ということで、こちらが東釧路駅。ちょっと周り人いないんで、私一人しかいないからちょっとマスク外させてもらいますが、中入ってみよう。東釧路までは東路からノロッコに乗車して来たんですけど、たまたまね相席したマダムに声をかけてもらって、ちょっとねお話してました。いらっしゃったのが鏡原とか岐阜の方からで、あ、同じですねなんて。で、娘がこっちに単身赴任でいるのよ今一人でね、主人は娘のところに置いて一人で釧路の方旅してますっておっしゃられてましたね。いろんな楽しみ方がありますよね。よいしょ。おー、東釧路駅すごいな。めちゃめちゃ声響くってか、物がなさすぎんのかな。なんかすごい古い感じする。中がこんな感じで、昔は本当に昔だと思うんですけど、昔はおそらく友人駅で、もうこことかもね全部多分後から埋めちゃってると思うんだよね。こういう台があるから、ちょっとごめん荷物置かせてもらって、こういう台があるから多分、失礼、ここはもう埋めちゃってるんだろうな。その昔は窓口があったんだと思うんですよね。こっちもなんか埋めてる感がありますよね。なんかね、建物自体もあっちにももっと広くあったんで、なんか改札業務する駅員さんがいたりとか、施設がその昔はあったんだろうな。ここの地面は海抜3メートル、海のね潮風がやっぱ香ってくるんだよね。太平洋がすぐそこですからね。東釧路駅は味がある事態で、こんな味のある駅舎の向かいにはね、真新しいコープ札幌があるんですね。そうで、駅は多分こっからちょっとさっき埋められちゃってたんだけど、ここに何かがあったんだろうな昔は。まあ、中全然見れないですけど、こっちもなんかね当直っていうか泊まる施設とか昔はあったのかな。トイレとかはないのかな。もう完全無人駅だからトイレとかはないのかもしれない。右手には JRF のコンテナがある。こんな感じですね。駅前一周してみました。すごい古い、なんかレンガ造りでもないけどコンクリの駅舎。うん、完全に入れなくなってるね。そう、今日このままね、なんか網走抜けようかなと思ったんですよ。だけど東路で降りて、東路で3時間待たないと網走駅来ないので、網走行き東路で3時間は何もなさすぎてマジできついなと思って、じゃあいいや、もう今日は厚岸に、本来の目的であった厚岸に戻ろうということで、ちょっと東釧路でね降りて根室行きの花咲線の電車を待ちます。ちょっとね、厚岸駅のかき飯自体は今日食べられるかどうかわからないんだけど、時間がちょっと遅くなっちゃったから、まあどうしても食べたかったら、今日は厚岸にホテル調べたら一個空いてるところがあったので、ちょっとね厚岸に泊まろうかなとも思います。結構膀胱が限界なんだけど、駅の中にトイレらしきところが見つからなかったので、電車の中にのトイレ使おうかな。なかったらどうしよう。ベンチもさ、こんな木製のベンチいつからあんのっていう。東釧路駅マジでいつから無人駅になったんだろう。すごい、なんかこんなに住宅地にあるのに秘境駅感ムンムンに出てます。
ました。景色。とりあえず早くあの駅前に。ありがとうございます。あった。いやまだあるといいな。氏家待合所っていうところにかき飯販売してるんですけど、あれですね、くれ頼む、これのために来た。涼しい氏家かき飯。あ、ないか。ないかな。売り切れですかね。はい、もうなくなっちゃいましたかね。大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。ただ、かき飯スペシャル一つ。はい、スペシャルです。はい、大丈夫です。はい。ありがとうございました。買えた。あった、念願のかき飯。4年ぶりに、しかも本場のかき飯、現地で出会いました。わ、嬉しい。今日またホテル取ってなくて、厚岸にそのまま泊まろうか、釧路まで戻ろうか、ちょっとね迷い中。釧路戻っちゃった方がいいかな。消し駅。行かないよ。
すごいね、厚岸も海岸だけあって最寄りがね、最寄りが海岸だけか、ん？ごめんなさい、何言ってるか分かんなくなっちゃった。海が近いからすごいね、潮風の匂いで、東釧路から乗ってきた段階で結構膀胱限界だったんだけど、なんとあの電車じゃない、やキハ54の中にあのついてなかったんで、トイレ行ってきますね。ノロコ釧路から乗ってきた時も結構すごかったんだけど、湿原が根室本線の厚岸駅来るまでもめちゃくちゃなんか沼とか綺麗ななんか川の流れっていうか湿原の風景がブワーって車窓に広がってて、結構ずっと飽きませんでしたね。本当に自然の中走ってるっていう感じでした。白湯変えさせていただきます。ありがとうございます。ちょっとね、ゆっくりまた今度は来たいですね。来ました釧路。いやー、灯籠行って帰って、厚岸行って帰って、今日朝は帯広からスタートですっていう、結構はちゃめちゃな航路でしたがね、まあ、衝動的に動けてなかなか楽しかったです。いや、本日は多分あれじゃないんだけど、スーパーホテルを予約したんですよ。あれは多分別のとこだと思うんですけど、ちょっと釧路駅前のスーパーホテルに向かいたいと思います。よろしくお願いします。